今日の試合を振り返ってどうでしたか？はい、前線でプレーをしていくことなど、自分たちがやりたいことを試合を通してやっていく中で勝ち切ることができたので良かったです。次回の意気込みを教えてください。はい、次回は無失点でみんなで勝ち切りたいと思います。